神社入り口や坂神社は、福岡県北九州市小倉北区場内にある神社。祭神はテンプレートを参照。旧社格は、剣社。古くは、小倉の祇園さんと呼ばれていた。坂東つまさぶろや三船敏郎らが主演した映画、無宝松の一生に登場する小倉祇園大鼓は、この神社の霊体祭である。 祭りは1618年に始まり、約390年の歴史を有する。現在は毎年7月の第3土曜日、日曜日に開催されている。なおこの神社は北九州市及びその周辺地域において最も多くの参拝客で賑わう神社である。もともと祇園社と呼ばれていたが、1868年の神仏分離令により、 八坂神社に改められた。明治維新からの廃藩地検で全国の例に漏れず、廃場となった。福岡県知事にあたる県令有栖川の宮など、皇室関係者が全国で、県令となった。倒幕は凄まじく、維新とはいえ20年近くも議会は開催されなかった。江戸時代に、細川藩はもともと大阪だったが、熊本日後に移り、小倉城には、 小川羅藩が入場した。日ご藩は、西南の役で生産な戦い牢城の末多大な犠牲者を出した。昭和になり、熊本大学裏の立田に武蔵の五輪書にちなんだ五十頭やガラシャ夫人病も、記念に建設された。小倉は、大空襲の後廃場のまま放置されていたが、モノレールとジェットコースターと観覧車が建設され、遊園地として利用された。敷地内に、 北九州市役所や市民会館が建設され、老温や子供劇場などが活発に利用し戦後復興とともに文化活動も盛んになった。八坂神社はもともと無人で文字駅裏に所在した。戦後は偶人は不在だった。戦後復興の後文化財保存目的もあり、理事会ができ廃場を利用することになった。母園は宇子が 近隣の農家出身者が多かったために自分の実家の母園を利用している。現在は神社本庁に属さない単立神社である。ありがとうございます。